この大雪で生活道路の除雪が進まず、ゴミの回収にも影響が出ています。細い路地には収集車が入れず、遅れが出ていました。燃えるゴミの回収日。金沢市長町では細い路地に雪が積もり、回収車が入れません。道路も渋滞し、到着時間も雪がない時期に比べておよそ30分遅れです。車が近くまで入れないため、回収スタッフが走ってゴミを取りに行きます。ゴミが多いところはブルーシートを使いました。なるべく、無理しない程度に、ところに止めて、あとはもう運ぶしかないって感じです。今年はすごい特に大変ですね。いつもやっぱり道に止めて、こういうふうに回収されるんですか？今日は特別じゃないですか。こんだけ積もってるんで。回収にかかる時間も通常より長くかかっていました。雪の影響は今後も続きそうです。一方、ガソリンスタンドにも影響が出ています。今、上限ありました。30リッターまでなんですね。金沢市内のガソリンスタンドでは、ガソリン不足になっている福井県に優先的に燃料を送るため、灯油を除くすべての燃料の給油を30リットルまでに制限していました。物流が滞り、タンクローリーがたどり着けなかったということです。なくなっているに来る。まだ余裕あるけども、止まるかなと思いまして。もうしゃあないわね、この雪やから。このガソリンスタンドでは、福井の状況が回復次第、通常の給油に戻すということです。HAB では、ウェブサイト内のニュース言わせてボックスで、視聴者の皆様のご意見を募集しています。今回は、記録的な大雪で大変だったことは、という質問です。いただいたご意見の一部は、番組内で紹介させていただく予定です。ぜひ、あなたのご意見を聞かせてください。